新型コロナウイルスの感染拡大で国民には不安や不自由さ、苛立ちがある。誰が首相をやっても国民の苛立ちを収め、内閣支持率を維持するのは難しい。菅政権は平時ではないという目で評価すべきだろう。菅首相が内閣の最優先課題として新型コロナの収束と経済の正常化を挙げているのは正しい現状認識だ。指導力不足との評もあるが、私はあると思う。ただ、首相官邸、与党を含めてチームすげという感じが希薄で、気の毒な印象だ。コロナ対策は後手と批判されている。官邸、与党との十分な協調体制の中で、民意をしっかり首相にインプットしてあげる役割、人物が大切だ。安倍晋三前首相が意味軸も言ったように、菅内閣には菅官房長官がいない。官邸スタッフの力も安倍内閣の時と比べて弱い。安倍内閣は菅官房長官と官邸スタッフが強力に安倍氏をサポートしていた。選挙の洗礼を受けていない者、官僚が政治の意思決定に強く介入するのは賛成ではない。官内閣では官僚を含む政府と与党が車の両輪になって政策を動かしていくことが望ましい。政治家と官僚は国民への奉仕者という意味では対等だが、政策決定の最後の責任は政治家にある。今は官邸から党への報告、連絡、相談がちょっと欠けている。与党が全面的に協力できる雰囲気をうまく作るのが官邸スタッフの仕事だ。